本日もご視聴ありがとうございます。南海電鉄の新今宮駅に来ています。今日はここから徳島駅を目指します。両島スキップは徳島スキップです。ご視聴よろしくお願いいたします。まずは特急サザン21号に乗車をし、和歌山市駅まで向かいます。和歌山市駅に到着をいたしましたら、この列車和歌山港駅に接続をします。南海電鉄12000系特急サザンプレミアムの到着です。約1時間で和歌山市駅まで向かいます。早速乗車していきます。快適なリクライニングシートが並んでいます。一番前の座席にはミニテーブルがついています。列車は和歌山市駅に到着をしました。ここから13時24分和歌山港駅に乗り換えます。和歌山港駅は7番乗り場から発車します。使用されている車両は加田線などで主に利用されているめでたい列車です。約4分で和歌山港駅に到着をします。列車は和歌山港駅に到着をしました。ここから南海フェリーに乗り換えます。フェリーの乗船口へは連絡通路でつながっています。こちらが南海フェリーの乗船口です。フェリーには南海電鉄のマークがついています。和歌山港からの乗り場です。それではフェリーの船内を紹介いたします。横になって移動ができる絨毯席です。船内には自動販売機があります。椅子席も用意されています。今回は絨毯席で足を伸ばして移動しました。2時間以上かかりますので、トイレゴミ箱もついています。追加料金を払えばグリーン席を利用することも可能です。こちらがフリースペースです。南海フェリーでは甲板に上がることができます。和歌山港周辺の景色がこちらです。船は和歌山港を発進します。徳島港までは約2時間の所要時間となっています。あいにくの天気ではありますが、向かい側に見えるのが南紀方面です。発進後すぐに見える大きな島が淡路島です。淡路島はリゾート地としてとても有名です。関西からは気楽に行ける観光地としてとても親しまれています。向かい側に見える小さな島は友ヶ島です。友ヶ島は砲台の跡地などがとても有名です。値段の安さもあり、多くの方が乗船をしていました。観光客と仕事で移動されている方が半々といった印象です。あいにくの天気ではありましたが、フェリーに乗ることはあまりないのでとても新鮮でした。徳島港に到着をしました。バスと接続しているため、すぐに徳島駅に向かうことができます。大阪から徳島まで特急券を除きかかったお金は2200円です。皆様もぜひご利用してみてはいかがでしょうか。本日はご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。